日は雨だったんですけども、まあ家にちょっと居づらい状況がありました。それで、まあ昼からは多分雨は上がると思ったんで、出てきました。今風は 2,3 メーターです。この前と同じぐらいですけど、ちょっと波が残ってますね。ですから時々今叩かれる感覚で、あまりスピードは出ませんですね。まあそんなんですけどもですね、ちょっと自分なりに気持ちをまあ落ち着けるというか、ですね、過ごすために今ちょっと無理して出てきましたですね。だからあまり、セーリングに熱は入ってませんですね。ただ海にいること自体が楽しいという感じです。それでまた30分ほど走ったら今度は帰り道にしましょう。いいかな。
風がちょっと止んできたので、タックして左回りで左回りだなで一回転して入ります。タックするのでまずトラベラーをちょっとシフトして、はい、ではちょっとスピードが落ちすぎとったけど、慣れたよ。